V リーグ開幕戦、アイナックは広島との一戦。アイナックはキックオフ直後、カルロ・タスアレスがプレスをかけると、新加入のカルロ・タスアレスがわずか10秒で先制点を挙げる。しかしその後は広島にペースを握られ、耐える時間が続く。アイナック1点リードのまま試合終了間際、セットプレーから同点ゴールを奪われる。試合はそのままタイムアップ。アイナックの 2024-25 シーズンはドロー発進となった。